仙台市の郡市長は来月18日告示の市長選挙に再選を目指して出馬する意向を今日夕方正式に表明します。まだまだ、コロナへの対応は今重要な施政課題であります。そういう意味ではですね、私自身が会見を開かせていただくことについてはさまざまな思いございましたけれども、それについても今日の夕刻の会見でお話をさせていただきたい。郡市長は東北放送のアナウンサーなどを経て2005年の衆院選で初当選、4年前に行われた市長選では旧民進党などが支援する事実上の野党統一候補として立候補し、自民党が支持する候補者らを破って初当選しました。市長選にはこれまで市議会の最大会派自民党に所属する菊池隆義議員が立候補する意向を示しています。